地域側の視点で観光を考えることで、観光に対する考え方が変わりました。また、何もない地域はないということに気づかされ、地域活性化について考えるきっかけになりました。JR 東日本とコラボした駅からハイキングの運営補助を中心に活動していました。参加者の楽しんでいる姿を見て、イベント運営のやりがいを感じました。グループで活動することが多いので、全体的に和気あいあいとした雰囲気です。外に出かけることが好きな人も多く、明るく活発な人が多いと思います。観光を様々な視点から考える授業をしてくれた先生です。観光と全く関係ないと思う分野でも、見方を変えれば観光と結びつくという新たな発見ができ、私の中の観光に対する常識が覆りました。